デリシャス。はい、こんばんは、スペガンです。今日は全然これ関係ないです。どうも。今日はですね、まあ、すごく、バッグのレビューなんですよね。はい、これです。ダラスタッダラスターン、ドクドク。はい、はい、ポーターなんだけど、クラチカっていうショップのモデルみたいになるやつでですね、まあ、僕が最近パソコンを、ノートブックのパソコンを主軸に、フィンガードラムをしていこうと。まあ、ライブとか、あとはどっか行ったりするにしてもですね。2、3本前ぐらいの動画で上げた、そのリュックに全部入るんだと。パソコン、MPC スタジオ2、オーディオインターフェース。で、さらにそれらをつなげるためのケーブル。で、イヤホンとか、とにかく全部入ってしまう。で、それで、リュックを背負って、ライブだったり、演奏する現地に向かうっていうのが一番いいって思うって僕はそういう動画を出しましたね。で、さらに PC であれば、プラグインとかアディクティブドラムス2とか使うことも可能だから、まあ俺得でしかねえっていう動画なんですよね。で、もちろんその MPC1 とか MPC ライブ2は全然別にそれを否定してるわけではなくていいんですが、どうしてもね、やっぱなんか機材用のケースみたいなのに入れなきゃいけなくなってしまう。まあ、やっぱり自分が好きなリュックとかを背負っていきたいですよね。で、それを考えた時にですね、まあちょうどもうあの GoPro って書いてあるのもなんか嫌だなって思ってて、で、結構な値段がするんですよね、これ。5万ぐらいしちゃうんですけど、まあちょっと、まあ、そのメイン機種をまあ、乗り換えるにあたって、それをちゃんとね、入れられる、もう少し容量が融通きくリュックにしてみました。っていう感じです。で、じゃあ実際に、まあ、何が入ってるのかっていうのを、まあ、見せていこうかなと思います。で、まず、このね、前面。まあ、ここにはですね、まあ、ちょっとしたものたちが入るんですけど、僕の場合は、もうこれは絶対必須ですね、今。スイッチ。もうこれ必須ですね。もう、アルセウスやるためにもう持ち歩いてる。これがないともう、俺これがメインと言っても過言じゃない。もしかしたら俺はこれをやるため、入れるためにこのバッグを買ったのかもしれない。というぐらい、重要なやつですね。で、で、さらにここに、まあ、ここもね、ちょっとチャックがついてて、ここにね、チャックがついてて、収納もできる。なんか紙とかね、そういうの。まあ、言えてないですけど、で、これがですね、ケーブル類ってことですね。まあ、モニター、自分がモニターする用のイヤホン。で、これが、オーディオインターフェース用のケーブル。で、MPC ライブ2つなぐ用のケーブル。っていう感じですね、ここは。で、メインの、メインの収納のところに、こういう感じで、MPC スタジオ2とかが入ってます。ここに、MPC スタジオ2が入ってて、で、さらに、この中、ポケットみたいなところですね。ここにですね、このね、ズームの、オーディオインターフェース、2 in 4 out のオーディオインターフェースが入ってて、でさらに、まあ、最近その SP404 と MPC スタジオ2というかパソコン、MPC ソフトウェアをつなげるにあたってですね、こういう、まあ、これはこれで紹介しますけど、なんていうのか、ハブか。スプリッターみたいなやつですね。を、まあ、買ったんですけど、これを入れてます。で、メインはこんな感じ。
そんな感じ。で、最後に、ここに、やっぱこう、パソコンが入るところはやばいね。ガードの上に。もうこんな開くんですよ、ちゃんと。ここまで開くんで。で、まあ、こんな感じで。MacBook Pro ですね。M1 Pro の MacBook Pro が入ってるという感じになります。で、これね、なんかね、やっぱね、生地が、そのなんか、バリスティックナイロンで、なんかそんなにすぐ簡単になんか破けたりはしなそうなんですよね。で、まあ、ポーターだし。まあ、僕はね、なんといっても、その、こういう暗めの色と黄色っていうのがすごく好きで、ただそれだけでこれにしましたね。でも、この形のやつって、そのクラチカのやつじゃないとないんですよね。で、やっぱり、まあ、高いけど、これにした理由っていうのは、まあ、もちろん、こういうライブとかじゃなくても、普段使いでも全然いいと思うし、で、機材のバッグって、なんかちょっとやっぱ、安いけどダサいんですよね。なんかダセーなっていうのがやっぱちょっとどうしてもあって、あとやっぱ壊れやすい。重い機材入れるのに割とこういう背負うところも、こことかが普通に切れたりとかしてくるんで、まあ、めちゃくちゃ使い込む人とかはだとほんと1年ぐらいでどっか破けたりしちゃうんですよね。だそんなもんなんで、まあ、でもこれだったら、まあ3、4年ぐらいは持つかもしれないなっていう思いを込めて、まあ買いました。っていう感じですね。で、まあもう、本当になんつうんだろう。こう、リュック1個でいけるっていうのが、まあ、最強じゃねえかなって思うんですよね。で、さすがにですね、このバッグには MPC-1 とか MPC ライブ2入らないんですよね。だからやっぱり、この MacBook Pro と MPC Studio 2とオーディオインターフェースって結構、そのなんて言うんだろう。スタンダードの好きな人からすると煩わしいと思うんだけど。でも煩わしいんだけど、薄さとか携帯性は抜群なんですよね、その分。だから僕の場合は、その、現地に行くまで、なんかこういう感じで持ってたりするのは嫌なんですよ。そこまでの道のりが僕にとっては、そこで疲れちゃうのが嫌なので、で、なるべく持ち運びしやすくていいものってなるとリュックなんですよね。で、現地では、もうバッと並べて、まあ、ちょっとね、こう、接続とかに時間かかっちゃうかもしれないけど、それがいいなと。で、今日はですね、一つ、あった。まだもう一個あった。重大な。このチャックのところには、重大なやつが二つあった。これね。イヤホンを大きくするやつと、でですね、なんか知んないですけどね、俺ね、忘れちゃったんですけど、ハブですね、ハブ。USB を USB-C に変換するためのハブですね。これ、それを、見事に忘れてきました。忘れてきたんですけど、まあ、ちっちゃいんで、ここに入りますね。僕はここに入れてます。この中の、インナーの方に入れてます。っていう感じですね。まあそんな感じで皆さんも、まあもし、MPC やってみたいなって思うであれば、まあ別に特に MPC Live 2とか MPC 1っていうスタンダードにこだわってないんだったら、まあ僕は Studio 2とかの方がおすすめですよと。まあもちろんパソコン必須になっちゃうんですけどね。っていう感じです。そうするとこういう自分の好きなリュックで入れることができます。っていう感じですね。小さめですから、リュック的にもね。なんか、機材しょってんなみたいな気ないでしょ。思わないですね。思わない。そこが大事ってこと。なんか音楽やってますせみたいな感じのはもう嫌なんですよ。俺はバレたくない。いい年こいてまだ音楽やってんだあいつって思われるの嫌だもん、ね、電車の中でっていう感じですね。そんな感じでお疲れ様でした。バイバイ。
デリシャス。